さあ、時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズ金曜日、担当は前城美鈴とはい、山内です。またない。いつもない。いつもだね。いつもマイクがない。いつもマイクがない。大変ですよ。大変だよ。今日カメラ近くない？大丈夫？近いな。めっちゃ近いよ。一応行ったさ、さっき近くないって。近い。怖いな。怖いよね、スーズ。これはなんでよ。一応カメラ設定したの山内さんだからね。あれですね。なんですね。さすが女優さんですね。なんですか、もう出たがり。意味やからミスズがカメラ設定したみたいになってるけどさ。さすがですね。わしのカメラじゃっていうね。はぁ、帰ろうかな。そんな感じの、そんな感じのスズちゃんですが、金曜日でございます。金曜日でございます。週末、はい、サザンブリーズ、やっと週末ですね。週末、うん、何かご予定ありますか？ないです。出かける。でも、うん、あの自分の好きな沖縄のバンドがナイスクラップってバンドが、あ、ナイスクラップいるんですけど、うん、その子たちがライブするみたいで、あのあれでしょ、キャラがいいやつでしょ。そう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 、ライブするみたいで、うん、でそれがなんかフードファイトとライブをやるっていう。フードファイト、フードファイト何ですか？フードファイトって、ハンバーガーを5個先に食べた人の勝ち。早食いじゃないですか。そう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 、フードファイトと、はいはい、そのライブが合体したイベントみたいな、うん、あの黒い太っているやつが食べるのかね。そうそうそう、あのバンドが多分 何組かいるんですよね、うんうん、5、6組ぐらい、うん、その中から一バンドに1人ずつ出して、うん、そのフードファイトする人出してみたいな。いな、これなんかミュージシャンらしくなく企画で面白いです ね面白いですよね。もう僕らのね、ミュージシャンのこのなんていうんですかね、イメージといえば、うん、やっぱり色白で、うん、痩せていて、うん、外に出ない的なね。お、そんなイメージあります。イメージありますね。へー。で常に悶々として曲作ってるみたいなね。わからん。ちょっとよくわからん。ちょっと話しかけたら、あんみたいな。バンドマンのイメージ悪すぎでしょ。なんかあったん、過去に。で、こう握手求めてくるみたいな。テンション高いときは。こうやってくるやつ。そうそうそう。上からね。ありがとうみたいな。矢沢ですよ、矢沢。上からでしょ。上からでしょ、かなり上からですね。そんなイメージですが、はい、ナイスクラップはそういうイメージがなかったですね。ないですね。喋った時は、ね、黒いしね、まず白くないしね、して痩せてないしね。痩せてないしね。シュレック痩せてないしね。そうそう、シュレックだけだけどね。はい、面白いですね。面白いですね、うん、あのバンドもね。だからいいと思います、うん、いいと思います。何曜日の何時ですか？一応は宣伝しといたら、何時からかは分かんないけど、土曜日、うん、明日、明日、明日、うん、あの小座にあるスラムバーでやるらしいですよ。あるでしょ、あの FM 小座のと同じ通りにスラムバーってライブハウスみたいなのが。おお、そう、あ、そう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 、明日でやるみたいですよ。今時ですね。はい、さあ、うん、どうしていきましょうか。どういうこと？ここでオープニングは終わっとくべきじゃない？じゃあ終わるべきじゃない？そうですね、今日もですね、まあぐだぐだと話、うん、をしていく。あ、今日はスタジオからお送りします。お、さすがですね。え、さすがですね。なんで言うの忘れてました、ね、だよね。そうなんですよ、今日はね、雨だからね。宜野湾地方大雨、うん、びっくりしますよね。宜野湾地方っていうか、うん、沖縄全域じゃない？結構。そうなんですか？多分。あなたどっから来たの？沖縄市。降ってた雨？降ってた、降ってた。どんぐらい？これぐらい。じゃあ沖縄全域でしょうね。全域多分ね。ね、もうかなり雨。うん。だからね、海に来る人なんていないぞと。そうそう、だからあっちでやっても迷惑かけるだけだ。あのトロピーの人たちに。ね。だからちょっとやめときましょうっつって。やめときましょうね、ほんと。見てください、この宜野湾はね。見てくださいって。ラジオで何言うとんねん。スタジオはこう海が見えるんですけど、そうですね、なんかさ、水平線がめっちゃ高くない？あれ水平線だよな。分からん。水平線とか言われても分かんない人だからさ、ちょっとよく分かんないけど。バカなんですか？バカではない。水平線が分からないって。違う、分からんさ、分からんさ、そんなこと言われても。水平線見て、水平線とか言われても。あ、ごめんなさいね、うん、ちょっとあんまり
イメージが、すずのイメージが崩れちゃうな。そういうことです。水平線わからないっていうすずのこの感じが、いやいやいや、やばい。いいよいいよ。やばいやばい。いいよいいよ。まあ、いっか。水平線ってだってほら、なんかさ、うん、そんな、ほら若い子とか、みなさん、水平線とか。やばいな、今日頭おかしいな、すず。ちょっと、進めよ、進めよ。頭おかしいですね、本当に。大丈夫ですよ。進めよ、進めよ。あのさ、たまに、うん、あのこういう時あってもいいと思います。あなたはしっかり者で通ってますか、うん、今日ダメなんですよ。なんか、雨じゃないですか。雨は頭痛くなる人間ですからね。そう、雨は嫌いではないんですけど、うん、頭が痛くなるんですよね。いますよね、頭痛くなる人っていうのは。偏頭痛持ちなんで。低気圧でちょっと厳しいよと。そうそうそう。僕ね、ちょっと今あの喋りが止まっちゃったのはですね、このシュプレームさんの、うん、コメントが気になって、山内さんの早着はもうかなり高くない、スーズっていうことで。どうですか。待って、多分あのこれ肯定すると多分来週から多分ここにいないからさ。そうですね。嘘ついてトロピって言ってこっちでやります。やばいやばい。あれっつって、こないなっつって。いやいや、あのさ、トロピで見たあれはただ太陽が当たってるから光ってるだけですよ。僕はもう全然ゲーハーではないですからね。えスーズ、あー、はい、山内さんゲーハーですか。あー、オープニング終わります、そろそろ CM 曲いきます。大丈夫、 CM じゃないですよ、もう曲いきますよ。じゃなくてちゃんとあのあれですね、何ですか、ちゃんとあの募集するのはしないといけないです。あ、そうですね、うん、今日の何でしたっけ、メッセージテーマ。今日のメッセージテーマは、うん、なんだっけ。もらって困ったもの。そう、もらって困ったプレゼント、うん、で裏テーマが、なくなって困るも の, 困るもの。裏テーマって。あ、今さ、みやちゃんさんからさ、はいはいはい、コメント来てるから、うん、ちょっと一個告知していい？どうぞどうぞ。沖縄出身のバンド、ジャーバーボンズのボーカリストも酔いたい格してますよって来てるんですけど、はいはいはい、ジャーバーボンズさんの、うん、ミュージックビデオに出てるんですよ。あ、あのあれ前見たやつ？はい、ブルーって曲なんですけど、スーズがヒロインで、そう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 、バンドの人たちがわちゃわちゃしてる。そう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 、はい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 、見ました見ました。ぜひぜひ。2年前 ?3 年前ぐらいだけど、2年ぐらい。皆さん YouTube で見てみてください。あのね、ういういしういういしいみすずが見れるやつ。あなた何歳なんですか。あれね、21とか。あ、そうなの。20歳とかかな。10代にしか見えないね。そうっすか。うん、多分それぐらいだと思いますよ。そっか、うん、今はね、このあれなんですよ、この人もかなり演技派で名を馳せてますが、馳せてないですよ、まだ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 馳せてないですよ。あの時のあれはまだういういしくてね。そうなんですよ。そう、表情もぎこちなし。みやちゃんさん、私高知なんでよくライブ行きますよ。あー、そうそうなんですよ。内地なの。そうです、ジャバーボンズさんは沖縄出身なんですけど、うん、今高知ですっごい人気があるバンドで、高知限定で、もう、まあ、もうすごいですよ、高知でのジャバーボンズさんの知名度ったらすごいですよ。坂本龍馬とどっちかね。あー、ちょ、並べるぐらい。いったな。でも本当に歩いてたらすごい多分、うん、はーってなるぐらい。マジでと思いますよ。龍馬銅像立ってますよ、砂浜に。ちょ、もうちょっとしたらあの高野さんとかの銅像が立つんじゃないかな。立つ。なるほどね。それぐらいのやつに、うん、まあ出たと。ういういし。そうですね。だってこの自分のジャーバーボンズさんブルーっていう曲の前のヒロインは本田翼さんですから。うん、本田翼、これ知ってます？知ってますぜ。ですから本田翼知らないと思うって。何逆に本田翼って言うから。違う、すごいなと思った。そうあなたじゃあ本田翼コースじゃないですか。いや、翼コースかわかんないですけど。次はじゃああれですよね。なんだっけ、この飲むやつの CM。 どういうことどういうこと。飲み物の CM ちょっとよくわからないですけど。さあ、メールアドレスを言いましょうね。さい、メールアドレス797@fmginowan.com、 はい、797@fmginowan.com となっております。ぜひぜひどしどしお寄せください。あのですね、はい、本当にツイキャスのコメントとかも拾いながらね、うん、だらだらと喋っていきます。そして、うん、別にテーマが決まってるからってそれ通りね、うん、
喋らなくてもいいんで、うん、テーマに沿わないかもしれないミスたちがもしかしたね、コメント次第ですので。そうですね、はい、ぜひぜひ。なんかね、みんな偏頭痛持ちだね。やっぱ大人になると偏頭痛って出てくるよね。出てこない人か。はい。ピーターパンなんじゃない。ごめんね、一切気持ちがわからない。あ、曲いこう曲。もうさ、雨になると逆にテンション上がって、ほう、あの走り回りたい。なんすか、なんか雪の時の犬じゃないですか、シャーってやる。わからんわからん分からん。芝生とかをシャーってやりたい。もう少年の心がすごいわ。1曲目は岡崎体育でミュージックビデオ。声が聞こえない、ごめんなさい。なんの聞こえるよ、今は。ごめんね。曲、あ、声入ってなかったの？あの、この曲は曲中ね。ああ、そうなんだ。でも今入る。あ、ほんと？あと1曲ぐらいとこ。はい。ハロースリーってあります？ハロースリープウォーカー。ハロースリープウォーカー、ウォーカーズ、ね、あるよ。ある、うん、何がありますか。午後の待ち合わせ。あ、はいっすね。ボヤの待ち合わせ。ボヤ百鬼夜行。あ、いっぱい。アキレスとカメ。なんか死に病んでる人ね。めっちゃ面白い。あ、でもこの人たちも沖縄出身のバンドなんですよ。今アミューズで東京で。すげえ。円盤飛来にしようかな。アキレスとカメがいいかな。まあいいや、こっちでも。どっちだ。あります、どっちも。円盤飛来。じゃあアキレスとカメ。あ、だからどっちがいい。アキレスとカメにしようかな。円盤飛来はシングルで、アキレスとカメはカップリングなんですよ。あるよ、円盤飛来。どうしようかな、どっち。じゃあ両方やるか。迷うときは両方でやるか。あ、でもなんか時間があれば、じゃあアキレスとかめたら。いいね、ノリが。すっごいですよ、この人はミスズ才能の塊だと思って。全部見てみてください。お送りしたのは岡崎体育ミュージックビデオでした。ここは午後5時15分を回りました。サザンブリーズ金曜日お送りしております。よいしょよいしょ。
あのさこの服をね、はい、自分で穴開けたのって銀太郎さんが言ってる。言ってますね。どうなんですか。切ったんですかこれ。まあでも作れはしますよねこういうの、うん、クラッシュスウェットって言うんですけど。クラッシュスウェット、うん、どういう意味でしょうか。クラッシュデニムとか。クラッシュってあのほらあの壊す、うんうんうん、そうそう流行ってるんですよ今、うん、デニムとかめっちゃ穴開いてるやつとかあるじゃないですか。こっちに穴開けたらいいのに。変態か。こっちにも伝わらないし、ラジオを見てる人はこっちにも伝わらないし、ミスズだけしか伝わらないような感じだし、なんかミスズはどうやって突っ込んだらいいのかわからないし。変態かって突っ込んだじゃないですか。それで正解じゃないですか。そうですか、はい。でも自分では開けてないです。お店で買ったやつですよ。可愛いんですよこれ。袖もね、なんか超切られてて。袖も超切られて、あ、本当だ。そうそうそう、糸がね、死にザンバラってる。ザンバラってる。はい、ザザンブリーズ金曜日お送りしております。そうです。はい、天気と交通情報ですよ、ミスズさん。何を、何ですか、当たり前ですよみたいな。いつも天気行くよって言ってくれるさ、今日内のさ。あ、そうでしたっけ。今夜これからの天気でございます。はいよ。南西の風のち東の風やや強く、うん、雨。夜の初め頃曇り、ところにより雷を伴う。波の高さ 2.5 メートルで、これからの降水確率は 60% となっております。そうですよ、今日も ね、 雨だね。これからも明日も雨ですよ、うん、あなたもずっと頭痛いじゃないですかね。うん、本当だよ。まあでも、じゃあでも なんでしょうね、気圧って。雨が降っても、うん、なんだろう、あ、平気な時がある。平気な時がある。そうそう、気圧らしいね、低気圧ね。そうそうそう、うん、でだからそれじゃない雨がいいなっては思ってる。本当大変だと思いますけども、うん、ちょっと頑張ってほしいですね。頑張るよ、頑張ってるさ。認めてみるの。いや、今はいいんだよ。何？別に、うん、あのだらっとしてても、うん、この後ね。この後？この後。この番組の中でってこと？ええー、じゃねえです。この番組は別にいいんです。いいんだ。明日もライブがあるんでしょ。その時に頑張ってください。まあ、ライブはミスズが出るやつじゃないからね。今週の土日は特に何もないからね。明日 あのお家の掃除とかもちゃんと頑張ってやってくださいね。明日起きるのかな、ミスズ。今日はいいですよ別に。明日3日の天気で、6月ですよ。もう3日って言ってびっくりしたもん。今日じゃないか、今日も2日だよ。今日2日だよ。6月2日だよ。半年過ぎたよ今年入って。嘘でしょ。どうする、どうする、どうする。どうする、あの成長に気をつけとかないといけないね。本当だよね、うん、もう本当に最近体力の衰えがやばいっす。本当に、おばあか。本当に二十歳過ぎてからね、うん、お肌の曲がり角。あ、そうなの。うん、やばいよ。二十歳まではもうピチピチだった。二十歳まではピチピチだったのに。マジで今はやばいね、ちょっとね。いやだってあのね、うん、化粧のりっていう言葉が分かるようになってきた。ああ、やっと大人になりましたね。ウェルカムですな。もうね、だってすっぴんで全然外歩けたのに今歩けないもの。あ、そうなの。もうね、あん、うーん、今日すっぴんやし。すっぴんじゃないよ。どすっぴんやし今日。すっぴんじゃないよ。失礼な。ちゃんとちゃんとちゃんと化粧してくるよ。そうですか。まあ、一応あんまり変わらないんですけど、なんだ、ね、なんだろう、はい、一応なんかなんだろう、うん、やっぱり肌とかの質は違いますよね。違いますか、化粧した時とね。ついね、この間までは赤ちゃんみたいって言われてたのにね、うん、それは言われたことないさ、うん、モーミーさんが珍しくツイキャスで来てますね、うん、ワンスキーヘッドした時期、うん、おばあが恥かさぬんりパーマ屋のカツラもらってきてた。何の話やねん。あ、もらって嬉しくなかったものかね、これは。あ、そういうことか。あ、そういうことか。メールテーマのね。ありがとうございます。ね、意外と沿ってくれて、あのテーマに。大塚健二さんがさ、はい、山内氏のこっちもわかるなって。あは、こっちもね。山内氏のファンですから。それは言いますよね。言いませんよね。男はね。やってるのも多分筒抜けっていうか。なんだろうね、山内さんが何やってるかも。まあいったな。まあいいや、明日の天気いきますか。明日3日、そうですね、東の風はじめ、うん、エア強く曇り、うん、朝晩雨、ところによりは明け方まで雷を伴う。波の高さは 2.5 メートルのち 1.5 メートルです。なるほど。あまりね、海に行けるような
週末ではなさそうですね。そうですね、もうほんと梅雨に入ってやっと本番っていう感じでしょうか、うん、そうね、うん、当たってますか。うーん、梅雨っぽくなってきたよね。確か梅雨っぽいよね今日は。本当にでも今年の梅雨って梅雨っぽくなくない？ない。なんか晴れたり雨降ったり普通な。返してほしいその梅雨をという、梅雨っていう時期を、時期雰囲気なんていうのこのみこう一応気合入るさ、梅雨入るとき分からん。よっしゃ梅雨だ、分からん、頑張るぞっていう。何を乗り切るぞっていう。梅雨を、梅雨を僕はもうすごく気合入れるんですよ。台風とかじゃないの？あ、台風は全然。え、梅雨ですよ。梅雨、台風なんて一日眠ればもう過ぎてますからね。まあ梅雨は一日眠っても2日眠っても梅雨ですからおうおうおうテーマいきます？いや、それとも交通情報いきます？交通情報いきます高速道路は特に目立った混雑渋滞ないです。ないです。一般道はあちこちで渋滞が見られます。前原交差点から王者の交差点にかけて、うん、渋滞、そして、うん、国道58号線牧港で那覇向け渋滞、うん、維新田から瑞慶覧にかけて、そしてライカムから維新田にかけても一部渋滞が見られます、うん、大変ですよ。あの今日ね朝ちょっと事故とかもあったりしたので、うん、皆さん安全運転でよろしくお願いします。よろしく、ね、さあ今日はですね、うん、もらって困ったもの、うん、あるいはないと困るないと困るもの、これなんでないと困るものにしたかというとですねスタジオのクーラーが壊れておる。これあれなの、これカメラ動かしていいの？いいよ。これどうやって動かすの？あ、ここか、うん、これはい壊れておるそう、これ壊れてて今使えないんですよ。だからスタジオめっちゃ開放感ほら見てでも暑くないでしょ。暑くないよ今ね。だってそうだね、そう、ホールのクーラービンビンにしてるんですよ、うん、それで暑くないんですけど、やっぱクーラー、うん、夏でクーラー壊れるとうん困る、困るでしょ。困る困る、大変じゃないですか。でも梅雨時期も困るよね。クーラーないと梅雨時期も困る。だってジメジメするじゃない。ジメジメする、うん、まあまあその話はいいんですけどこのいいんだ、あなたの座り方よ。なんでおもむろに足をこうなんていうんですかね、上げ始めたので何するかなと思ったらまさかの体育座りそういう気分だ草今日。なるほど、許してください。ちょっとあれなんですね、闇がさらに深くなっているそうね、今日はちょっといつもより闇を深めのミスでそうなんですよ、ブラックミスズのさらに濃い版、うん、ブラックミスズなんてラジオで出したことないじゃないですか。山内さんの前ではあるかもしれないけどラジオで出したことなんてあんまないじゃないですか。あります曲ポルノグラフィティでサボテン。なんかパンダできてきたな。何がこの流れがね分からん分からん勝手にですか。勝手にちょっとね、いろいろあるんですね。そうなんですこの人ね、闇を抱えてるので。闇は抱えてないよ。なんて元気はつらつな女の子だもん。元気はつらつを演じてるからかわいそうなんですよ、そういう部分で。そういうこと言うのやめよ演じてるからかわいそうとか言ったらかわいそうさキャラをね、つけられてる。なんでキャラをつけられてる。スザコウズって言ってた。いろんな方針すいません後で謝ろう。後で謝って。ツイッターでもうまたごめんねって言って、ね、すいませんでしたいろんな人にね、これもファンだけじゃなくていろんな人に、いろんな人に謝ってすごいな、本田翼の後をたどってほしいね。頑張ろ。でもどうだろう、沖縄では沖縄で一番有名になりたいよね。まずはまずはね。大丈夫ですよ。なるかな。なる。頑張ろ。まあといえば前城みすずみたいな今もうといえばモンゴル800でしょ。 B といえば何？え？ B といえば何？ B? ビギン。ああそう、
まあといえば前下です。何それ。昨日カラオケ行ったんすよ。うん、面白かった。カラオケ姉ちゃんと行った。ちょっとね、最近僕よりもかなで姉ちゃんにこう触れてるのが、なんで僕よりもって最初からだからさ。ちょっと消せないなって。なんすか、かなで姉ちゃん大事だ。かなで姉ちゃんの日大事だから。ちょっとな、納得いかない。なんでなんで。これは対決だな。かなで姉ちゃんと、そうかなで姉ちゃん呼んだんですけどね、ちょっと稽古があるみたいで、なんかすごいなんかいっぱい舞台抱えてて今。あ、そうなんだ。うん、そうそう。でもね、すずはからで姉ちゃんと山田さんの絡みは好きですよ。なんか見てて面白かったね。面白かったね。呼ぼうまた今度。だからよ、ちゃんと対決しよう。どっちが好きか伝説のあの対決なくなったやつ。次は CM？ CM 行ってないね。行ってないね。ツイキャス更新しようね。今さっきこうからさ着信が入ってる。なんで？こいつさ、俺が今番組やってるの知ってるわけ。がっつり。でもおかしいだわ。どうしたんだろう。ほんとうちさん、どうしたすごいだろ、変わり者。うん、さっこさんはすごいっすよね。すごいでしょ、うん、あのレポート、うん、すごい。今年もありますよ、あなた。何でしたっけ、なんか MC やってる。お、やった、芸人さんと。あ、たださ、うん、あの祭り自体俺なんか中継できたらな。去年文句言われたわけ。え、なんで。やった、自由か不利。へえ。でも多分あるはずだから、そしたらよろしくね。もちろん。あれやりたい、前頭やりたい。マジで？ん？きついわ。え？大丈夫？え、4時間と変わらないんですか？あ、確かに。うん。オッケー。メールも読みますか。当たり前です。試合も行こう。はい、これ今声聞こえてる？ツイキャスには。あ、ほんと？すず兄さん焼けたっていうかさ、焼けたわけ。そう、焼けたわけ。あ、よくわかるね。うん、だって2週間前だったかな、3週間前だったかな、ずっと週末外にいたからさ。珍しい。そう、だからイベントって言ってたじゃん、お仕事で外に行って。そう、モーテのイベントで、 MC のイベントでずっと外に行って。舞台でってこと？舞台、まあ舞台でも、うん、店頭みたいなとこでずっと。いい。そうそうそう、大変だね。でもね、この焼けたってか黒いのはね、多分ね、帽子のせいもあるんだよね、多分ね。そうだね。あとカメラ嫌なっていうのもあるの。うん、カメラが嫌な。カメラは嫌なじゃないんじゃない。これで嫌なんだよ。そう、うん、多分ね、光が当たるところにいたらね、そんなに。この人今日本当にね、面白いんすよ。誰？ FM 機の2階にあるんだけど、3階に登ってきた。おーいと思う。でも違う人かもしれんさ、後ろ姿しか見てないから。今日ね、そう、今日ほんとぼーっとしてて。これ何、放送で話した方がいい？今話していい？大丈夫？まだ時間ある？あれ結構ある。そうそうそう、今日ほんとぼーっとしてて、で、いつもあれに乗ってくるんですよ、なんだっけ、エレベーター、エレベーターに乗ってくるんですけど、うん、今日エレベーターに乗るのも忘れてて歩いて、あの階段を登ってたら、なんか着いたら、なんか全然違うくて、は？何ここ、え、一回上に来たと思って、すず、ほんとここから一回上に登ろうか、一回下に下ろうか迷ったんですよ。で、一回下ってきたら、山下さんがいて、バレたな、バレてたっていう。
一回登ろうとまたしたっていうのがもう大事だよな。やばいよね、い今日やばいっすよ、ほんと。どうしようかな。あ、始まった。でかよっしゃ。じゃあメール行きましょう。さあ時刻は午後5時半を回りました。サザンブリーズ金曜日放送しております。そうです、今日もですね、ダラダラとやってますよ。テーマはもらって困ったものいきなりかけんなやエコーやめてやめてテレ屋さんですね自分の声はあんまり好きじゃないんです。声が。そうなんですか、うん、なんかなんで？なんかでも自分の声とかを、うん、なんか CM とかなんか録音したものとかで聞くとうってなりません？うん、僕も慣れましたね。最初はもうこいつはなんやねんって思いました。なんだっけ、やる気ないさ。あー確かに。でもこんなにやる気出して喋ってるのね。確かに。でもやる気なさそうですね。確かに。中学生のヤンキーみたいな喋るやつ。もうやめてくる。あ、自分で自覚してるんだ。はい。でももうそれがちょっと定、うん、自分の中で定着したら、うん、逆にちょっとなんていうの、うん、良くなってきました。本当？あの自分の中でね。いいじゃないですか。はい。なんていうのかな、うん、いいなって思うようになりましたよ。うそん。はい、はあ、ね。じゃあメール読む？僕が読んでいい？あ、いいよ。沖縄大好きさん。はい。あ、沖縄大好きさんのメール恥ずかしいんだよな。すず読んで。山内さん、ミス、そしてギノアンドロフィカルビーチのスタッフ、ゆえされてビーチパーリーされてる皆さん、準備はいくよ、せーの、こんにちは。もう一度、せーの、こんにちは。イエーイ、どうも、片栗ございます。しなくてありがとうございます。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、鈴カフェネームじゃない、サザンネーム沖縄大好きです。ということで、ありがとうございます。テーマ、お母さん今日も綺麗だね。もう何言ってるの、照れるわ。あの天気予報のお姉さん、うん、そうだねと期待を裏切られショックを受けた話ではなく、テーマフリーミス、今日も綺麗だよ、今日も可愛いよ、胸キュンだ。早めにメッセージ送りました。6月最初の金曜日ですね、いかがお過ごしですか、うん、雨の日はジメジメしてて嫌な日もあったりしますよね、うん、僕の場合最近からですが、親の遺伝もあり気圧が下がると頭痛がするのです。山内さんとミスは雨の日は頭が痛い時ありますか？では最後まで放送ちばりを。あ、山内さん、山内さんここ読むの恥ずかしい。はい、どうぞ。呼びたかっただけ。ミス、ミス、何々、そのな、何でもないよって。出ました、もう彼氏か、可愛いさ。でもさ、2つ目あるわけ。はいはい、おお、2つ目あるわけ、読んでいい、はい、どうぞ。沖縄大好きさん2つ目ね、うん、山内さん、ミス、こんにちは。2つ目の沖縄大好きですということで、沖縄大好きさんいつもありがとうございます、うん、2人とも会いたかったよ、ミス寂しかったよということで、テーマ、もらって困ったもの。裏テーマ、なくなると困るもの、はい、もらって困ったものですか？うん、これといって困ったものはないかな。逆に裏テーマを言うと、財布とスマホと鍵はなくなると困りますね、うん、ああ、財布とスマホと鍵だって。わかる。そうだよね、うん、財布には免許証や必要なお金も入れてるのと、鍵に至っては職場のロッカーの鍵と家の鍵と車の鍵、みんなあるのでないと後々困ります。スマホはないと何かあった時連絡も取れないし、ツイキャスもラジオも聞けなくなり、ミーセたちの声が聞けなくなるから。では最後まで放送ちばりを。あ、山内さん、はい、呼んだだけ。ミーセ、その何でもないよ。はい、か、はい、彼氏 か, かわいい、彼女か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 、いいですね。ですね、まあ鍵なくしたっていう話なんですけど、うん、僕最近ですね、うん、その飲みに行きまして、またで鍵をこの、うん、カバンに入れて、うん、車に置いて、うん、で飲み屋、居酒屋の駐車場に車は置いて、うん、そのままほら、誰かと一緒に二次会行ったりして、うんうん、そっからタクシーで帰ってみたいなパターンで、うん、鍵を持ってないわけですよ。うん、わかりますか、うん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 、車に入れてて。なるほど。駐車場にあるので、居酒屋の。なるほど。家に帰れないってこと？家に帰れない。もちろん奥さんたち家にいますよね。うん、コンコンしても出ない。電話しても取らない。3時、4時ぐらい。そりゃな。そりゃな。寝てるわ。なので、もう玄関で寝まして。車で寝たかった、せめて。うわー、しんど。でも、でも、でも山内さんが悪いよね、それは。もう蚊にチャー刺されひどい音で。鍵はないと困るね。
コンクリに寝たんだよ。いやだでもでも、はい、でもだよ3時4時に帰ってきて、うん、開けてはひどい。だから本当にこのなんていうの怖いわけ。何がうちの嫁だから本当にそーっとコンコンしてダメだったからもう早めに諦めましたね。なるほどね。もう無理やり起こして、うん、怒られるよりは、うん、まだ俺はコンクリの上で寝たいと思って、はい、テーマもらって困ったもの、うん、でシュプリームさんがおうおうテーマもらって困ったもの嫁、はいはい、そして泣いて困るのも嫁ね山地さんっていや僕はそうでもないですよほらカッチーさんからも来てますよそれ山地さんが悪いなって、はい、そうっすね。そっか結婚か。そっか。どうですかあなた結婚願望というのはあるんですか。ない。ない今ない。あ今はね今はない。今いくつだっけ、まあ、今24、3、今年4です。あじゃあまだまだだねだと思ってる自分でも。どんなじゃあ結婚をしたいですか。どんな結婚をしたい、うん、この理想理想妄想お互い好きなことやってたいんですよ。どういうことですかね。なんだろう自分もこの仕事が好きだから続けたいし、うん、相手も何か好きなことをやってキラキラしててほしい、うん、好きなことをする、まあ、まあそれがお仕事になってたりとか趣味とかでもいいですけど。趣味何でもいいんだ趣味でも、うん、なんかなんだろうギャンブルとかは嫌だ。でも死に輝いてるのギャンブルしてる。いやでも、うん、かっこいいわけ打ち方とかも、うん、違うでもギャンブルは違うさ、うん、そういうのってお金のもんお金がかなんていうのかかない、ね、お金の問題にならない、うん、お金の問題ってほらやっぱどんだけ好きでも喧嘩するじゃない。しますねお金の問題は。しますね。だからそういうお金の問題がないお仕事、うん、お仕事じゃないけどそういう趣味とか、趣味とか、あなるほど、そうそうそうお仕事やってキラキラしてる人とか本当にもうこの仕事好きなんだってギラギラキラキラしてる人ギラ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 キラ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 してる人と、うん、まあ干渉せずに過ごしたいってことですか。干渉そうでもないの。干渉お互いほっといてっていう結婚じゃないわけんあ違うわけ。うーんじゃうーんどうだろう。なんかやっぱり分かり合える人がいいですよね。そうですね。なんかお互いを一緒にいて楽しいのが一番です。ああそうですねそれもありますね、うん、なんかね青野軍団さん来てます、うん、結婚早くした方が後々楽よ。ああそれも言うよね、うん、うちのお母さんたちも19なんですよ。お父さんも 19と10そうだよね結婚したのが。へえ早いね。そうそうそうで、うん高校の頃から付き合ってるから。 おうおうおう。お母ちゃんが2個下なんだけど高1の時と高3の時、うん、お父さんが、から付き合っててもう今でもずっとラブラブだから。あそうなの。そうそうそういいじゃん。もう早く見つけたんだねそういう人は、うんうん、もうこの人だってもう見せずにいつも言うもんお母ちゃ お父さんみたいな人と結婚しなさいって。まあいないけどねってなんかそうなんていうかなこうすっきりできない何かがあるね。何がいやだってもう早く出て行ってお父さんと二人にしてほしいって言われるもんよく。あすごいな、うん、お父さんと二人でセカンドライフをみたいな。いいねセカンドライフをやっぱりこう楽しく過ごせる感じがいいね。そうですね。なんか青の軍団さんが俺22で結婚して今人生楽しいよっていいねこうやって言えるようになりたいよね早くに結婚しても、うん、ほんとね。うんなんかな結婚の話になるとこう重い沈むテーマ戻そうか何でしょうかねこの雨と共に何ですかテーマ戻そうか何でしたっけテーマもらって困ったものそうですあなたなんかないですかもらって困ったもの。おおまあいっぱいもらうでしょ。基本物もらって嬉しいですけど、うん、まあねリスナーさんからありがたいことにねなんかリスナーさんとかファンの方からお花もらったりとか、うん、お菓子もらったりとかいっぱいするんですけど、はいはいはい。あのねあこれは高校生の頃の話なんですけど、うん、友達からやたらマグカップをもらう時期があって。おおほうほう。なんか誕生日プレゼントとか、うん、なんか、うん、でマグカップをもらうんですよ、うん、自分その時スティッチってキャラクター知ってます。知ってますよ。あのスティッチが好きだったんで。沖縄のでしょ。沖縄のではない。沖縄のあれ沖縄のあれハワイですよ。
舞台は。そうなの。スティッチは沖縄とも伝う。違う違う違う。ぽいけどさ、そうそうそう、スティッチのマグカップがやたら家にあって、うん、へー、そうそうそう、それが1個じゃないですよ。1個だったらほら可愛い嬉しいじゃないですか。はいはいはい。でもほら いろんな人からもらうもんだから3つ4つぐらい、うん、マグカップが、スティッチのマグカップがあって、正直いらないさ、3つも4つも。まあね、っていうのはありました。じゃあもう今はないのかね。今はでもあります。今もまだある。あるある、あるある、スティッチのマグカップ、あるあるある、全然ある、いっぱいある、いっぱい。じゃあまたさらにスティッチのマグカップもらったらどう思うの。あー、いらんかな。いらない。これそれこそもらって困ります。残念と思う。残念と思うかも。あれ、だって誕生日いつですか。11月です。嫌です。覚えとけるかな。やめろ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 、フリじゃないから。覚えとけるかな。フリじゃないから。だってコップって1日でも使うとしても 2個さ3個さ。まあね、使ってもよ、うん、ね。じゃあペアのマグカップスティッチは、ペアペアのスティッチマグカップはペアでもらっても1個しか使わんさ。迷惑。いや、ちょっと嬉しいですよ。嬉しいけど、うん、もらってだってプレゼントって気持ちが嬉しいじゃないですか。この人のために何かあげようって。そうですそうです。でもさ、だから僕はもう覚えインプットされてるわけですよ。いや絶対嫌だ。ミスはスティッチ好きだったなって。ここに置いとくはず。あの FM 系のあのお水が並んでるところのお水のコップが並んでるところに置いとくはず。ひどいわ。いやだって有効活用じゃないですか。もらって困ったものっていうのを僕は探しました、いろいろね。うん、そしたらね、うん、マグカップって出てきました。あ、出てきた？はい。やっぱそうだよね。そうです。だっていっぱいあっても困るもん。そうなんですよ。愛用しているものが壊れてしまったわけではないし、うん、食器棚にはこれ以上置けないし。入らん。そう、そうなんだよ。そうなんです。というのがあるそうですよ。そうなんです。そしてですね、さらにさらに、うん、これ嬉しいかなっていうのをあなたにちょっと投げてみていいですか？うん、このぬいぐるみ。あ、これもね、もらって困ったものの一つとして出てきてるんですよ。大きさによらない。でもちっちゃいさ、マスコット的なぬいぐるみだったらさ、可愛、うん、いのだったら嬉しいさ、うん、気持ち悪いのとかじゃなければ。でもさ、めちゃくちゃでかいのをもらうと、うん、一応どこに置いていいかとか困っちゃうかもね。確かに。でかいっていうこの基準が分からないんですよ。男はほらあんまりぬいぐるみに詳しくないので、うん、ほら助手席を1個占領してしまうほどのでかさですよ。が困るってこと。困る困る。じゃああなたの顔ぐらいは。あ、もう全然大丈夫です。それは大丈夫。全然大丈夫。あ、でもね、やっぱぬいぐるみとかもらうとね、なんだろう、捨てにくいんですよ。なんだろう、捨てるつもりはないですよ、もちろん、はいはいはい、捨てるつもりはないけれども。これは言葉を選んでますね。はい、ノーフル回転どうぞ。捨てるつもりはないけれども、それが10年20年経つとやっぱ汚れてくるじゃないですか。かなりもう、そう、年季が、年季が入るじゃないですか、うん、それをそうするとずっと置いとくわけにもいかないわけです。そうですね。その頃はあなたの子供がこのぬいぐるみを可愛がってる可能性もありますしね。でもやっぱぬいぐるみだからね、うん、ほこりとかいろいろかぶって汚くなるじゃないですか、うん、茶色くなるね。それで、あ、申し訳ないなと思い捨てようと思うんだけど、人からもらったものだとほら、しかもぬいぐるみだとね、躊躇するさ、うん、ぬいぐるみってほらね、やっぱ顔の形してるから、しかも魂入ってますからね、言うしね、うん、そうやって大変よ。日本人形とかは嫌だな、もらうのは嫌。ちっちゃくても嫌。嫌だって髪伸びてそうさ。こんぐらい、絶対嫌、絶対嫌。逆に嫌、ちっちゃすぎるのも絶対嫌。こんぐらいのさ、日本人形。面白いじゃん。こんぐらいの伝わってないからね。自分にツイキャスやってないから。親指台ぐらいです。いや無理無理。そしてもう一つありますよ。自分セレクトの CD。要するに山内セレクト、もうミスズのために山内セレクトの CD 持ってきたよ。嫌なんだ。嫌ってよ。え、そうなんだ。うん、困るって。めっちゃやってしまうミスズ。へえ。じゃあ なんだろう。引く。ね、引かないで。じゃあもし自分がバックナンバーが好きだとするじゃないですか。うんうんうん、で相手がバックナンバーが好き、うん、いいよねバックナンバー。うん、でも持ってない。うん、曲持ってない。まあ、知らない知らないっていうね。そしたら、うん、あ、じゃあ自分バックナンバー あの自分がいいなと思う曲入れてあげるよっつって。うん、でもバンドは縛りますよちゃんと。
もう全部ランダムでやるわけじゃなくて、うん、ちゃんとこの人とは音楽の趣味が合うだろうなって人にしかやらないですよ。あ、なるほどね。やたらめったらはやらないですけど、うん、友達とかにやったりはします。なるほど、友達困ってるでしょうね。あー、マジかー、ごめん続いてポエム集。うわ、どうですか、これは嫌だな。いや、ポエム集って何？要するにポエムが入ってるやつでしょ。山内のこの気持ちが今入ったポエムです山内さんからもらったら嫌だななんでやねん俺からもらったえ、だってどうすんのそれもらって。感動して。あは、どうですか、でもポエム集とかもらったことある？ない。なんかさ、歴代彼氏にさ歌われたりしたことない？お前のために作ったよみたいな曲を、みたいな、ね、曲を、うん、ないないこれされたらどうします別に分からん、あれじゃないですか。リアル考えてみて、ちょっと想像してみて。あの本当にじゃあクオリティと、うん、あの歌唱力によるじゃないですかじゃあバックナンバーがやったら、ね、あー、もうそれはもうやばいじゃないですか。バックナンバーに歌われるのはでも死に近くで歌う、めっちゃいいじゃないですか。だって好きなバンドでしょ。ずっと見る、見てね、ずっと見る、それを見るさ。そっか、やっぱ好きなバンドだと違うの。好きなバンドだとそりゃ全然ですよ、全然でしょ。だって一応上手いけど、うん、なんていうの、普通の人はどうすか。だからなんかこういうのって、うん、なんだろうね、わかんない、わかんない、なんだろう、お茶濁しとく、お茶濁しとく、お茶濁しとくって何テント頑張ろうかいさん、ボーカルが一郎だったら、あー、いら、大丈夫です、いらないです、そこは乗ってほしいな、いらないです、ちょっとねメールも来てるので、来てる、メールからごめんなさい、優先して読みますね、はい、恋するかっちゃん、山ちゃん、すずちゃん、リスナーの皆さん、こんちっす。こんちっす。壊れて困るもの、かっちゃん、やっぱりスマホだな。あ、もし落として割れた時にで、ねiPhone3 台持ってます。なんでよ、番組聞けない可愛い女の子とツイキャス参加できない以上だ。山ちゃん、山ちゃん、すずちゃん、すずちゃん、はい、なんでやねん、なんでやねん恋するかっちん乗っとんな、乗っとんないいっすね、この違うパターンもですね、うん、ですね。もう一回来て、もう一つ来てますよ、うん、リシャンさん、はい、沖縄前城会一の美人いいな、これ前城会一の美人って。そうですよ、まさに前城の中の前城、ね、僕の心をかき乱す沖縄一のツンデレ美少女前城です。本当にツンデレだからね。なんでツンデレって、もうやば、分からん分からん。コミュニティラジオのエリート、寝室教室のピン芸人、言えば言うほどくだらないツイッターを書く憎めない男や何がくだらない、めっちゃ面白いな俺こんにちは私は21歳の女の子から、私まだ男の人と付き合ったことがないんですと言われて、うん、これは誘い文句なのかって思った男、リスちゃんです。違うよそれは違うよ、早まらないで、勘違いしすぎですね前城さんのラジオは何があっても絶対に忘れたことがありますじゃあ今からダンスのレッスンがあるんで行ってきます。お二人は最後までラジオを楽しみ。なんだそれ。どんなもんね、このさごめんだけど、言えば言うほどくだらないツイッターを書くというこの感じ、もう恥ずかしくてしょうがないわ。はあ、気をつけます。はい。ツイキャスいる時、あ、カラーさんが、うん、初見、あのカラーさんね、鈴カフェに来てくれたりする。お。はい。女の子ですか。いやいやいや、男性の方なんですけど。でもね、あのね、ミスズのラジオはいっぱい聞いてくれるんです。でミスズのことファンですって、ツイッターでもいっぱいコメントくれるんです。だけれどもツイッターのアイコンはずっと荒崎美久ちゃんなんですようちのね、カラーズのね、可愛いミスズの同級生の女の子ですよ荒崎美久ちゃん、ね、元ラッキーガラーズのね、ずっとなんですよ、うんうん、もうスズはずっとこの、まあ、美久ちゃんがラッキーガラーズ辞めて、うん、まあ、モデル活動はしてますけれども、うんうん、ね、あの自分のラジオにも来てくれてコメントもいっぱいくれて、うん、そろそろミスズにシフト信じていいんじゃないかなって思ってます。そうですね、この辺はちょっと空気さすがに読んでっていう僕も思いますねそこだけは、いいですけどね、まあでも好きなものってね、やっぱ好きだから、男だから分かりますよ、昔の人が忘れられないのはってこと、とりあえず適当に好きって言っとけ的なね。おい、やめろ、ミスズに適当に好きって言ってるみたいな、まあ、いろんな人にね、やめろよ、いろんな人にね
好きって言っとけみたいなのは分かるんですけど、あのこのなんていうんですかね、ここまでちゃんとやってほしいよね。かっちゃんだったらやってるからね。恋するかっちゃんさん。あいつはゆきりんじゃないですか。あいつは、ね、いやあいつ変えたりしてたわけ一時期、そのパーソナリティに合わせて。へえすごい。そう、そこまでやりましょう。頑張りましょう。カルアさんがみすゞさんの表情を楽しむ番組ですか。そうです、そうなってるよね。でもね、そうです、このカメラの位置すごいよね。軍団さんからも来てます。青の軍団さん、はい、もらって困ったもの、うん、2年前に先輩から誕生日プレゼントってからにもらった業務用紅生姜2キロ、うん、まだ残ってるよ。いらねえ。去年は業務用マカロニに4キロもらった。なんでそんな業務用にこだわるんだろうね。しばらくマカロニ祭りだった。そうだよね。これね、そうなるでしょ。すず見てごらん。写メも来てるよ、このマカロニのメールね。メール？うん。これ俺グロいわ。うわー。ここまで来たらマカロニグロいね。グロい、虫みたい。うー、やめて、そんなこと言ったら。ほんと、そう見えてくるから。マカロニ虫みたい、もう嫌だ。もう嫌だ、嫌だ。カッチンさんからも来てたんだよ。あ、カッチンさんから。なんだ？うん。もらって。あ、来た。困ったもの。うん。嫁。うん、また多くない？またな。わがままで困ったけど、うん、今は家事とか一生懸命にやってる姿を見て愛しいですよ。あ、なにこれ、なにこれ、ね、結局なに。のろけです。のろけですか。のろけ禁止ですよね。なんでこの番組いいさ、素敵さ。別にのろけとか、大の大人がするのろけはいいなって思う。なんかさ、高校生とかがさ、うん、なんかツイッターでさ、うん、あのカップルの写真みたいなのとか、うん、曲げてるのももちろん優々しくて可愛いけれども。おでもそうですか、なんか、うん、この大の大人がさ、うん、するのろけって、うん、ガチじゃないですか。あでもね、なんとなく分かる、可愛い具合だよね。そうそうそう、超可愛い。でもなんかその若いかもよ。若いかもよ、カッチンさん。あーあー、そっか。そうそうそう。でも嫁って言ってるぐらいだから方向性ってないじゃないですか。確かにね。うん、今老夫婦をイメージしてるでしょ。いや老夫婦っていうか、でも30代とか40代とか。あ、なるほど。そうそう、大人が、うん、もう成人した大人がやってるのはすごくいいなって、うん、でもこのカッチンさんのコメント見てるとですね、やっぱもらって困ったもの嫁っていう書いてあるじゃないですか。、うん、やっぱりこう結婚するとそんなわがままになるのかねえと。何がですか、結婚すると。お、奥さんが。あ、いや、うん、だって将来なんか自分人生のことだもの。そうですよね、うん、お、53歳ってよ。うお、あ、でほらほら、あ、まあそれぐらいだったらわかるね。うん、素敵。うん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 、はい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 。やめて、その感のやめて。ゆんとろさん来ました。もらって困ったもの、祭りの最後の日だからと手のひらより大きいクレープいっぱいにアイスをシングル料金でサービスしてもらった。一人で食べきれんし。わかるわ、過剰サービスたまに困るよね。あー確かにね。さあ、お送りしてきましたね、サザンブリーズ。うん、はい、面白かったね今日も。面白かったね、うん、あっという間でしたね。そうですね、 CM1 個忘れてんだよ。あ、いや、入れるの。じゃあもう終わらないとね。終わらないとね。クールか。クールビューティーか。よくわからんけど。今バックでお送りしてますのはハロースリープウォーカーズでアキレスとカメです。おお、これ初めて聞きましたね。いいでしょう。いいですね。読谷出身のバンドですよ。え、今アミューズなのにハロースリープウォーカーって言ってるんですか。なんでいいさ。いいさ別に。いい、ベニーも大使とかにして。やめろやめろ。誰が好ければそんなの。バンドだよ、かっこよくいこうぜ。そうですか。さあ、サザンブリーズ金曜日お送りしましたな。毎週のミスズと山内でした。はい、あ、閉める。え、閉めない、だって CM 流さないといけないでしょ。うん、大丈夫。大丈夫なんかい。うん、ですね、ちょっともらって困ったもの。そしてまだ言うんだ。壊れて困ったもの。あなた何かないですか。考えてって言ってきたさ、ほら。いやだからせっかく考えただから、ま、行ってみよう。ちょっと待って、うん、あと1分1分も。大丈夫大丈夫大丈夫、はい、これ締めるぐらいのトークじゃない。大丈夫。最後それで終わるんですか。もうない、もうない、もうない、もうない。壊れて困ったものだよ。壊れて困ったもの。最近、携帯最近壊れた。最近壊れて機種変したじゃないですか。 OK。 リアルやし。リアルだよ。じゃあそれじゃ、そんなもんで。みすずと山内でした。
なんじゃこりゃ。いやだってミスドちゃんと閉めたじゃん。ちゃんとよく閉めたじゃん。壊れて困ったもん、ポンコツやもん。壊れてません、ごめんですけど、はい、全部計算、台本通りですからね、これ。台本とかないし。